おはようございます。私のニューカージムニーシエラです。今日は何をしようかと、とりあえずですね、こういう泥跳ねひどいんですよ。これだけタイヤが大きいんで泥を巻き上げる、まあこちらもそうですけど、結局こういうところにみんな、泥が来ちゃうので、泥よけマットガードをつけたいと思います。こちらも、はい、この辺ですね。で、今回買ったのがこちら、無名でもね、金具もしっかりついてるし、ネジ類も入ってるし、で、はい、こういうクラップです。こういう部品がついてきてます。多分これはベルトを通すとこですね。これでベルトを調節しろと。で、これに関して、いろいろネジがついてますが、何で止めるんだろうな。とりあえずこんな感じなのかな。分かりづらい。多分ここはこのこれが入るとこだと思うんですよ。とりあえず潜って穴位置を調べるわ。この金具がここから中から入って、ここね、ここで固定されると。とりあえず仮止め、まだ動きます。で、こちらの板を向こうとなるべくこう合わせてから、止めてから締めた方がいいと思いますね。はい、スピードナットをそれぞれに刺します。下から止めていくか。こんな感じで、動くな。やっぱり止めちゃった方が良かったのかな。あ、でも動くってことは手が入るってことか。はい、こうやってナットを止めて、こんな感じかな。で、スピードナットの位置が、タイヤ取りたくなってきた。どこだ？こうか。よし、ドライバーとナットを持ってきます。こんな感じ、仮止めですね。それとこの水平というか垂直というかを見た方がいいと思います。今ちょっとね、こっちにずれしたんで、これをちょっと外に貼ってみました。ここがタイヤが邪魔なので、短いのがない人は、短いドライバーがない人はタイヤを外すしかないね。これね、バンパー外すのもめんどくさいし、でもバンパー外したらステーの兼ね合いでつかないんだな。はい、これ必要です。はい、続いて奥側のボルトナットも締めます。この時もこれが必要。さあ、取り付いたんはいいんだけれど、最後にこれを引っ張り上げるところをどっかに止めないといけないんだが、バンパーに穴を開けるしかないんだろうな。まあいいや、反対側もつけよう。それともう一箇所、この最初に止めたステーの、ボルトナットも締めましょう。14。13だったりする。やだー。よし。
GoPro ビデオストップ。はい、フロント側はとても面倒。ここと、ここと、あとこの下に1個ある、これね。これを外していきます。そして、ここのところにスピードナットを挿していきます。結局ね、周り中いっぱい外した方が取れます。はい、スピードナットを挿入できました。はい、ここスピードナット入ったんで、あとここにステーが1個つきました。これは下側の穴から先ほどのここについてたのと同じプラスチックの部品でつけます。これが貫通で、ただ穴を開けるだけみたいです。いいのかな？こんなとこか。まずはナットで、さっきと同じなんで省略。後ろ側から、青。これを入れてナットで締めると。これ長さはみんな一緒か。あら、割とフラフラ。をボルトで止めて、それでさっきのスピードナットのところはこういうプラスチックの部品を1個かませて、そうしないとちょっと高さが厚いみたいで、ここ見づれーな。いいのかな。やっぱし短いプラスが、ああ、ハンドル切った方がよかったな。ハンドル切ろう。こうでなきゃね。これはこれも大体でも、あ、でも向こうのステーの位置があるからな、無理できないんだ。なるべく外に出した感じで水平を見て、どこから見ないとなんだ。OK。 スピードナットあんまり締めすぎるとグロッて回っちゃいますからね。これか。もうこの手の車のいいのは、潜るのに何の面倒くさいこともないので、簡単に作業ができることですよ。最後に、どれ、これか。これで、ここ、穴開けしていけば、OK。下穴開けようかな。下穴開けた方がいいよね。細いタッピングで下穴を開けます。付属のナットで締め直す。最後は手で締めましょう。怖いから。問題かな？怖い怖い。あとは下側のバンドを考えればいいだけです。はい、そしたらば、これを止めるところをつけます。穴開き必要です。ここから下がって、この裏側
で、この辺ですね。この辺に穴を開けて取り付けます。そうすると上からだとこの辺、こうだ。こうだね。で、これで35。あれな。ここに、これで、あ、これで穴を開けます。直径7ミリの穴を開けると。ドリル持ってきた方が確実だな。でもな、ないんだよ。よし。で、通るかな。通る。あ、ちょっときつい。ちょっともう少し、ザグるか。はい、通ります。足りなかった、どっかで間違ったところに使っちゃったかな。はい、こんなでっかいワッシャーがあったんで持ってきました。で、どっち、外がいいな。先に入れちゃえ。これこっちだよね。で、裏側から止めると、上から手が入るんじゃん。そうだよ、ガバガバなんだから。あ、それにしてもスペースがきつい。よいしょ。閉めた。そしたらこの紐をここに通して、通して落とした。でこう引き上げる感じね。確かね、ジャオスさんのを見たらここが200ミリだったんで、もっとかな、このぐらいかな。こんな感じで締めます。はい、そうしたらこれちょうど良さそうなところで切ります。このぐらいかな、ね。で、先っちょがほどけないように、あちちち少し溶かす。大丈夫かな、とろけた。大丈夫そう。